制作するきっかけは、ファイナルファンタジーの3と4の DS 版を、マトリックスという開発会社と一緒に作ってきたんですけれども、そこで、まあ、次をどうせなら新しいタイトルを作らないかというお話になりまして、で、3、4で培ってきた、リメイクで培ってきたノウハウを生かした上で、新しい RPG をぜひ作ろうというところから、スタートしました。で、この3や4の持っているスタンダードの RPG の面白さを、今の技術で、新作として作ったらどうなるかっていうところを、コンセプトに据えてスタートしました。 Nintendo DS というプラットフォームは非常にこう小さなお子さんから、まあ、大きいお友達というか年配の方まで楽しめるプラットフォームですので、まあ、これはでも往年のファイナルファンタジーもそうなんですけれども、誰でも遊びやすい、幅広い層に遊んでもらえる、敷居が低く奥の深い RPG という、ことは目標に据えて制作しました。今回の物語は一言で言うと、4人の少年少女の、まあ、成長する物語と、まあ、アメリカの古い映画だとこうスタンドバイミーですとか、まあ、それよりもうちょっと年齢層上なんですけれども、境遇の異なる4人の少年少女が、一緒に冒険することによって、それぞれのこう、まあ、欠点を補ったり、逆にいい部分に自信を持ったりとか、4人がそれぞれこう協力して戦うことによって成長していくストーリーですね。このスタイルはですね、最初にいろいろこうプリプロダクションの中に模索してた時に、アートディレクターの吉田がですね、ちょっと海外の絵本、多分ロシアの絵本作家の方だと思うんですけど、持ってきてね、ちょっとこういうスタイルはどうかっていうので、まあ、僕とプロデューサーの浅野が見て、あ、ちょっと面白いねと。で、非常にその現在の画面にも生かされているんですけれども、シンプルな線で、シンプルな色使いなんだけど、なんか独特なこう、空気感が、透明感のある空気感が漂っているという。ただこれを実際のこう DS 上の実機でどう表現しようっていうのはだいぶ試行錯誤を重ねました。FF の4の DS 版なんかでもトゥーンレンダーを使ってたんですけれども、それをよりこうシンプルになおかつ見栄えのいいようにという形で、試行錯誤した結果、今のスタイルが出来上がった感じです。メインキャラクターのデザインは、吉田明彦が担当しまして、で、そのキャラクターたちを、まあ、デフォルメしたりバリエーションを書いたり、あとジョブのクラウンのバリエーションとかを書いたりという形で、主にこう宮本の方はアシスタントデザイナーというか、で、まあ、メインキャラクターのデザインを受けた上で、宮本がアレンジしたりとかサブキャラクターを作ったりしました。非常にこう実験的なスタイルといいますか、全く新しい手法ですので、ある意味こうすごくシンプルなので、そういう意味では幅広いユーザーの皆さんにアピールはできると思います。ただともするとこうすごくこうリアルなスタイルに慣れた人たちには物足りない感じを与えてしまうかもしれませんけれども、その辺は音楽やゲームスタイルなども含めて、このなんかシンプルで味わいのある世界観を楽しんでもらえればと思って、僕たちは自信を持って制作しました。先ほども言いましたように、基本的にトゥーンシェードの延長線上ということで、まあ、いわゆるこうアニメっぽい、シェーダー影を つけるプログラムをベースに、あと一番大きいのは多分色のチョイスですね。キャラクターのテクスチャーであったり、画面全体の色のバランスなんかをすごく今までにないぐらいこう非常に気を使ってバランスを取った結果、独特な本当に絵本、動く絵本のようなスタイルができたと思います。で、他にも印象的なのは、街の中でこう、稲穂が風にざわざわざわってなったり、ああいうふうにこう絵本的なんだけれどもすごくリアルに動く部分もあったりすることで、本当に動く絵本の世界みたいなことを再現しています。今回の音楽のコンセプトはですね、最近は本当に技術的に、すごいたくさんの楽器を使って割とこうリッチなアレンジができるようになってるんですけど、あえて昔のゲームミュージックのようにシンプルな、楽器編成で、まあ、少ない音数で広がりのある世界観を、要は、ね、一見懐かしいゲームミュージックなんだけど、ちゃんと聞くと今のクオリティになっているというような、非常にその辺は水田という人間がコンポーザーで参加したんですけども、彼がすごくチャレンジをしてくれましたんで、シンプルな音数ながらすごく奥深い
楽曲ができたと思ってます。今までのファイナルファンタジーの、音楽をアレンジしては使っていないです。今回は、全くの全部新曲なんですけれども、ただ昔のそのファイナルファンタジー、ファミコンやスーパーファミコンの頃の懐かしい、音の感触だとか、アレンジの仕方なんかにをどうこう生かした上で新曲を作るかっていうのがコンセプトだったので、その辺は聞くとすごく初めて聞くんだけど懐かしい曲っていうような印象を皆さん、持ってもらえるんじゃないかと思います。